皆さんこんばんは。タケメイストーリー、タケメイパパでございます。ウィス、今2019年の12月31日、ただいまの時刻23時56分、あと4分でいよいよ2020年になろうとしています。そして1年前の動画を振り返ると、2018年の12月31日チャンネル登録者数が111人。パパの1年間の目標っていうのがやっぱり1000人クリアしたいなっていうことでやってきまして、で今年1年本当にいろんなご縁をいただきまして、さまざまなね、ファミリー YouTuber さんの、お力添えもあって、2019年12月31日の今の23時57分のチャンネル登録者数は7281人。ありがとうございます。皆様のおかげでってことで、もうとても嬉しく、いつもタケメイファミリーそれを、励みに頑張っております。これからもですね、たくさんの方に喜んでいただけるような、そしてたくさんの方にね、毎日元気を届けられるようなね、そんな動画を撮っていきますので、また2020年もよろしくお願いします。そして今年もですね、たけるくん、めいちゃんも頑張ってね、いろんなたくさん、挑戦したことがあったんで、まずはその2人を、息子娘をよくやったというところで、父親としてはそんな気持ちでいます。今ぐっすりと寝ております。ご覧ください。こんな感じで、めいちゃんとたけちゃん、はい、たけるくんですね、はい。今23時58分、我々今どこにいるかというと、こちらでございます。こちらでございます。あ、すごいすごい。どうでしょう、ここにいます。僕たち今ここにいます。今ですね、ディズニーリゾートに遊びに来ておりまして、今カウントダウンが始まっていますね。はい、ホタルの光ですか、これ。もう今2019年の23時59分、準備はいいかなって今ミッキーが言ってますね。明日はディズニーシーで遊んで、動画を撮っていきたいと思います。また動画をアップするので楽しみにしていてください。それでは2020年になったばっかなんですけども、ハッピーニューイヤー、今年もよろしくお願いいたします。タケメイストーリー、タケメイパパでした。バイバイ。よろしくお願いします。